時短は作れる環境で。どうも、現役教習 YouTuber のコウです。このチャンネルでは先生や先生になる大学生の方に役立つ情報を配信しております。今日は教師の時短術についてお話をします。時短術を話そうと思ったわけなんですけども、自分はこのチャンネルを2年ぐらいやってきました。そこで自分の良さとか強みって何なのかなと思ったんですよね。何を伝えることが聞いてくださる皆さんに貢献できるのかなと思ったんですよね。そこで自分の今の生活を振り返ってみました。今はですね、僕12年目になります。4、5、6年というふうに持ち上がって今6年生の担任をしてます。今の学校は割と生徒指導が大変な学校と言われております。で、前の学校を出るときは大丈夫なのって結構な人に心配されました。実際今2人の先生が休んで見えるので、結構大変かなとは思うんですけども、なんとかやっています。で、公務文書としては研究部長、道徳教育推進教師をやっております。で、自分の生活としては6時半頃には帰宅をして、土日どちらか半日出動というような感じです。早いともう5時には学校出ちゃってますね。子供のお風呂とか寝かしつけとか奥さんのマッサージを帰ってからはしてますね。8分間マッサージしてますから、8分間、すごくないですか。でも裏がありまして、お茶碗を洗ってもらう代わりにマッサージをするというような契約が結ばれております。っていう風でやってる一方、もう YouTube の方もこうやって更新しています。夏で丸2年になりますね。チャンネル登録者数は1600人を超えまして、もうすぐ1700人という感じです。本当にいつもありがとうございます。で、毎週配信しておりまして、今回120回目という風になります。で、これを週1回配信するにあたりまして、このようなこともしてます。結構工程があるし、時間かかっちゃうんですよね。というふうなことをまとめると、僕の強みって何なのかなというふうに思った時に、生産性を上げることだなって思ったんです。時間を切り詰めながら家のことや仕事、 YouTube をやってこれてる、本当に奥さんの支えあってこそなんですけども、やれてる事実、そこを考えると、この生産性だなと思ったんです。なので、生産性を高めるための時短術、現役教師 ×YouTuber の時短術を今日お伝えします。これは早く帰りたい人はもちろんなんですけども、バリバリ仕事したいんだという人にとっても見てほしい動画となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。一つでもなるほどなとか、これ使えそうだなということありましたら、いいね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。では、参りましょう。では、第5位です。第5位は、パソコン周りの整備です。これはですね、例えばワイヤレスマウスを置く、USB ハブを置く、自分専用のカードリーダー、充電器、ケーブルを置くなどですよね。一応 Amazon のリンクを概要欄に貼っておきましたけども、実際に触ってつかみ心地のいいものを買った方がいいと思います。特にマウスですね。もうマウスは2000円台、ハブは1000円台で結構いいの買えます。まだ持ってない人はもう悪いこと言わないんで、6月の給料で買いましょう。職員室で一番触るものを整えるってことは、時短術をやる上でマストになります。では、第4位です。第4位は、パソコン技術の向上です。職員室にね、嘘つく人いるんですよ。手書きの方が逆に早いっていう人ですね。絶対嘘です。生産性、スピード、どちらをとってもパソコンの方がいいに決まってます。パソコンのさらにいいところは、修正がたやすいことです。パソコンは修正テープとかホワイト液とかいらないんですね。一回入れておけば、すぐにポチッと修正しながら使っていけるっていうところがとてもいい点です。パソコン操作、ワードとかエクセルの基本操作、ショートカットキーを知らない、使わないというのは非常にもったいないんです。パソコン操作は一気に力向上できるので、習得するのをすごくお勧めしています。相手からの信用も得られますし、自分がギブできることなんですよね。若い先生からベテランの先生に教えてあげられる、結構数少ないことかなということも思いますので、ぜひ夏休みとかにチャレンジしてほしいなということを思います。いやいや、時間がないんだよ。本当は学びたいんだけどね、というそこのあなた。来週、ショートカットキー特集をさせていただきます。実際の仕事の流れで使うショートカットキーとタイミングをお伝えしますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。この本を参考に動画を作成しました。
本としてもすごく面白いので、ぜひ読んでみていただきたいなというふうに思います。これはもう Amazon のリンク、概要欄に貼っておりますので、気になった方は見てみてください。では第3位です。第3位はすぐにスマホ、お菓子を机に置いちゃう人ですね。もう即スマホ見る人いるじゃないですか。もうガシガシお菓子食べてるお菓子イーティングティーチャーの人いるじゃないですか。もう遊戯王のカードみたいに、あれは場に置いた瞬間終わりなんですよ。場に置いた瞬間30分帰る時間が伸びる黒魔術が宿ってますから、絶対置いちゃダメですね。もう誘惑は目に見えるだけで集中力がダウンするっていう研究結果も出てます。お菓子も飲み物も単純に手が止まります。すぐに食べきるか、もう早く帰ってお家で食べましょう。さあ、いよいよ2位です。第2位は頭を使う仕事を職員室でやらないということです。まずもって職員室は考える場所じゃありません。事務作業や打ち合わせをする場所です。職員室は、職員室で指導案とか所見とか考えている人いますけど、もう信じられないですよね。僕からすると全然僕考えられないので、文章、人がいたりとか周りがざわざわしてると、もう最近通信でさえ書けなくなっちゃいました。なので頭を使う仕事は教室かカフェに行きましょう。で、職員室でやることは単純作業です。ドリルの丸付け、テストの丸付けとか、人の目を気にした方が頑張れるというものをやりましょう。また成績とか職員室でしかできない仕事をやるといいですよね。さあ、いよいよ第1位です。第1位は朝に仕事をするですね。これもやりたいんだけどっていう方多いかなと思うんですよね。なかなか簡単にできることではないんですけども、放課後に仕事をするデメリットが大きすぎるんです。何かというと、例えばパソコンでプリント作りました、印刷したいです、プリンター見たらプリンターが混んでますと、うわーと、お、プリンターついたと思ったらプリンターに行くまでの動線に人がおるね、うわー迂回ルートやわーと思って取りに行って戻ってきました、電話かかってきます、もしもしとね、かかってやってたら15分20分経っちゃいました、ふう、さあもう一仕事しようかと思ったら、先生ちょっといいですかって言って話しかけられますよね。先生ちょっといいですかのちょっとって全然ちょっとじゃないですよね。はい。で、15分20分話しました。で、気づいたらもう6時ですと、もう疲れちゃってますとね、そこからの仕事なんでもう8時9時になっちゃいますというようになってしまいますね。ですが朝ならこれらが一切ありません、ね、集中力が、満タンですね。集中力はウィルパワーと言われてて、何かを選択するだけでウィルパワーはどん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 落ちていくんですよね。動線に人がいてこっちから行こうって選択するだけでまた集中力落ちちゃってるんですよ。それが朝なら一切ない、集中力を保ったまま仕事ができるというところがすごくいいところです。ぜひ朝に仕事をしてほしいです。6時から6時半には僕学校に行って仕事をしてます。早いと5時には行って仕事してますかね。ぜひチャレンジしてみてください。ということでまとめですね。はい、このような結果になりました。少し時間がないので、紹介は割愛させていただきますが、大事なことは時間とか場所とかそれらを整えるとか、そういう環境が大事なんですよね。最初に言いましたよね、時短は作れるんです。環境で、環境を整えさえすれば、気合とかやる気とかそういうものではなくって、時間を短くできるので、ぜひ環境を整えてほしいです。さあ最後、コーの補足です。これが僕一番伝えたかったです。ずっと伝えたいなと思っていました。それは時間外勤務イコール悪という思考停止になっていないかということです。もちろん強制はダメです。また心身の調子が一番大切ですね。心を壊れてまで、体を壊してまで仕事することは絶対にありません。自分の体、心より大事なものはないです。しかし自分のリズム、生活に合わせて頑張れる人は頑張ればいいと思うんですよね。朝に頑張れるっていうなら朝頑張ればいいし、夜頑張れるなら頑張ればいいんですよ。でもそこをなんか止めようとしている風潮ありますよね。僕は頑張れる人は頑張ればいいと思うんです。特に20代の人は今頑張り時です。誤解を恐れずに言うなら、この30までの経験、知識、思考力、つながり、
この貯金で残りの教師人生を送っていくと言っても過言ではありません。土台となる時期です。土台がしっかりしてなかったら、どんだけ上にいいものを、いい建物を建てようと思ってもぐらついちゃいますよね。しっかりした家にならないですよね。それと一緒です。土台こそが大事なので、土台になる20代この時期をぜひ頑張ってほしいなということを思います。くれぐれも心身の調子を崩してまでやる必要はありません。でも今頑張りたいなと思ったら頑張ればいいんです。大事なことは自分の時間を自分でコントロールしてるという実感です。自分でコントロールしてればストレスは大きく減るというような研究結果も出ていますので、自分の時間を自分でコントロールする、そのために時短を頑張るんだ、そして生産性を高めるんだっていう気持ちで頑張っていただきたいです。というわけでご視聴ありがとうございました。このように先生方や先生になる大学生の方に役立つ情報を毎週20時金曜日に配信しております。一つでもなるほどなとか、これ使えるなということがありましたら、いいねチャンネル登録コメントお待ちしております。これからも一生懸命動画を作っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。今週もありがとうございました。ではまた。